学園長、失礼します。失礼します。みんな揃っていますね。では早速本題に入りますが、先日のハーツラビル寮の一件が一段落ついたので、君たちにもきちんと話をしておこうと思いまして。魔法師になるからにはローズハート君が陥った暴走状態については詳しく知っておく必要があります。オーバーブロッドでしたっけ？ええ、そうです。俺も兄貴から話を聞いたことくらいはあったけど、ブロッドが溜まりすぎるとまさかあんな風になるなんてな。マジで闇落ちバーサーカー状態って感じだったね。なあなあ、まずブロッドって何なんだぞ？そうでした、君とグリム君はそこから説明が必要でしたね。では教えて差し上げましょう。私優しいので。ブロッドというのは魔法の使用に伴う廃棄物のようなものです。例えば自動車は燃料を消費して走り、同時に排気ガスを吐き出しますよね。魔法は魔力を消費して発現し、同時にブロッドが吐き出されると考えると分かりやすいでしょうか？その通りです。有史以来現在に至るまでブロッドについては様々な研究が進められていますが、その存在には未だ謎が多い。一つだけはっきり分かっているのは、非常に毒素が強く、溜めすぎると魔法師の心身を害するということだけ。あ、そういや昔ばあちゃんからブロッドが溜まるから気軽に魔法を使うなって口酸っぱく言われたっけ。大きな力にはリスクが伴う。どんなに優れた魔法師も無尽蔵に魔法を使えるわけではないんです。つまり魔法を使えば使うほど不健康になるってことなんだぞ。いいえ、そうとも限りません。こればかりは説明するより見せた方が話が早そうですね。ゴーストの皆さん、お仕事ですよ。いやいや、お呼びかね、学園長。え、なに一つこのワコードたちに胸を貸して鍛えてやってください。え、よし、来た、一丁もんでやりますかな。さあ君たち、マジカルペンを構えなさい。学園長の特別授業はまだまだ続きますよ。